ガネだ。そう、メガネ。とりあえずはいつものメイクはしたけど、目が治らないのでメガネにします。ごめんなさい。そう、ハッピーさんいます。やっと会えました、今日。今さっき会えました。さっき、うん。足どう？そう、足ね。まあ大きな事故にはならなかったから良かったですけど、本当に良かった。かすり傷と大きいあざだけで済んだから良かった。こんばんは、こんばんは。眠い七室にはありがとうございます。野口よりさん押して聞いて聞きました。あ、そうです、前ね、そうイコールラブさんのコンサートライブを見学させていただいてから、まあその前からも結構 SNS ネットで見て気になってたんですけど、生で見たら余計にファンになりました。お疲れ様でした、ありがとうございます。そう、なんかね、昼と夜だったじゃないですか、昨日コンサートが2回あり、なんかね、とりあえずなんか全部がすごかった。いや、瀬戸里は本当になんか私の中ですごい好きだった。自分が出た全体曲もユニットも9期生だけの曲も全部好きだった。こんばんは、こんばんは。そばにいさせてはいい曲で思った。なんかリハの時は泣かなかったんですよ。まあ、いつもリハはあんま泣かないんですけど、本番昼公演の時はなんかね、そばにいさせての前に須田さんがすごくなんか心に占める言葉を言ってたんですよ。その後のそばにいさせてはとても感動して、はい。自分でもびっくりした。やっぱ須田さんすごい。うん、ね、すごいしか言えないもん。楽しかった、楽しかったよ。見てた方も楽しかったですか？そう、昨日はね、なんと昼公演と夜公演はお父さんとお母さんが見に来てたんですよ。で、夜公演は幼馴染の子が一人来てくれて、お姉ちゃんはねお仕事で来れなかったんですけど、そう、よかった。なんか公演以外初めてお父さんとお母さんはコンサート、私が出てるコンサートに見てくれたので、そう、嬉しかった。やっぱ公演とはまた違う良さがあるねみたいな、よかったよって。見つけれた？見つけられなかったです。見つけられなかった。そう、あとはね、お姉ちゃんもね、次に見れたらいいね。あとはおばあちゃんとかね、身内が全員見に来てくれたら嬉しいな。え、え、兄さんが配信始めた、ハッピー。席はしてたの？なんか入る前にチケットの写真を私に送ってくれました、お母さんが。そう、なんか誰だっけな、お母さんが昼と夜メッセージカードはマキコさんとソーダさんと言ってました。お父さんが昼がキャノンティ、夜がわからない、聞いてない。そう、私じゃなかった。まあ、それが私だったらちょっと気持ち悪い、なんか嫌だわ。よかった、多分お父さんとお母さんはサイリウム振ってないですよ。そう、抽選で、え、すごー、すごい、サイのメッセージカードもらった、え、すごい、それは、うん、すごい、うんでもうんじゃなくても嬉しい、島民の方に手に取っていただけたの。でも初めての方でもそこから私の名前を知ってくださったりしたら嬉しいな。でもなんか今日やっとメールの返信が2日ぶりくらいに見れたんですよ。そしたらなんか昨日
のコンサートですごい楽しそうに笑顔で踊ってる姿見て、なんとそう丸々みたいな褒めていただいた方がいて嬉しかったそう思ったらね、確実に一人はその昨日のコンサートで好きになったり気になってくださる方が一人掴めたっていうことが嬉しかったそうねいや本当にコンサートとか公演ってね、新しい島民の方を増やすの本当にチャンスだからね。リハとかでもスタッフさんにもマネージャーさんにもいろいろそう言われてるからね、チャンスだよって渡田さん、花束、ヨッシーさん、お花、達也さん、お疲れ、ナメカズさん、お疲れ、ふうくん、だるま、ケパパさん、なんだっけ、バラ、ぷんぷん村さん、尊い、ケパパさん、お疲れ、二号さん、なんだっけ、包み物、なんだっけ、これ忘れちゃったな、包み物トモトモさん、バラケンゴさん、ハトフーくん、ダルマ、タレゾウさん、ハトタクさん、オリンスキーさん、お疲れ、ニゴさん、ブホームツビさん、お疲れ、ニュージュさん、かわいい、グッサン、ハトタクさん、トモさん、ハート、ニゴさん、包み物ウヨリさん、バラ、グッサン、ハト、トモさん、ハート、キョプさん、バラ、タクさん、皆さんありがとうございます。さかちゃん大好き、嬉しい好きあ、風呂敷か、踊り続けたキューキーがかっこよかった。あ、昼のあれかな、賛成かわいいかな。いや夜も私なんかね、最後の賛成かわいいのところ、あのなんかそう、キューキーね、3人そのそれ以外の方イヤモニつけてないんですよ。だから音が結構跳ね返ってて全然そう分からなくてずれたりしちゃって、そうやばかった、イヤモニの大事さが分かった。つけられないとこんなに違うんだなって思って、そうびっくりした。意外に客席、え、客席めちゃくちゃ見ましたよ、昼と夜最初3曲目あるが、あ、確かにねえ、そうなあ、足は大丈夫あざだけで済んだよ。パッパラパッパラパラ、そうなの、昼と夜あの白3本のサイリウムがねあったんですよ、ありがとうございます。昼より夜の方が多かったな、嬉しかった。なんかね、そうアリーナ席もいたし、スタンドの方にもいました、嬉しいねね、ハッピーさんいますよ多分ね。今日はとてもハッピーさん心配してくれてるんですよ、まあ2日ぶりのハッピーさんだしねハッピーさん、白3番分かりやすい、分かりやすい、めちゃくちゃ光ってる。なんか似てる先輩とかのサイリウムと似てるサイリウムがないから、そうここの炉の心の理解者、そうですチュールあげた、あげましたニゴチ、ブホー、ありがとうございます。パチ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 ハチ、ありがとうございますハッピーさん大切そう、こんばんは、はじめまして、シュンさん、はじめまして、ありがとうございます。
そうね、ハッピーさんに聞いや起きてるけどね、口呼吸だからこの久々かマスターありがとうございます。そうだね、昨日一昨日は本当に15分だけの配信だったりバタバタしてたな。でもあんまり覚えてないな、昨日一昨日の配信した内容がどんな話してたんだろう。ただ眠いしか言ってなかった気がする。昨日は朝5時半からの配信だもんね。磁気生とお話しした、お話ししてないいやでも私結構まあ西美桜ちゃん、あの9期のオーディションの時にいた子かな確かと、結構ね最後の後半のブロックの曲で一緒にね踊るところとか多かったんですよ。でもね喋れなかった加藤ゆいちゃん、てんちゃんはあんまり喋ってないけど、会ったらたまにあーってあーってあーって言ってる。そう、写真撮ろうとしたけど撮れなかったんだよな、てんちゃんとへー、さあ明日からの仕事のためにやる気もらいました、ありがとうございます。私の配信でもらえるかな心配。徳川さんのメール、さあのこと励ましたね。そう来ました。いやあれ見てびっくりしましたよ私。なんかだいぶ違う、またありがとうございます。なんか囲碁さん撮った、ありがとうございますなんかあの私徳川さんのメール撮ってるのは皆さん知ってるじゃないですか。で私は撮ってる自分の名前をサーヤにしてるんですよ。だからいっぱいサーヤサーヤサーヤってあって、サーヤもねってやば、えあれなんかよく分かんなかったんですよ。でもよく見たら私は登録してる名前はサニーでっかいアなんですよ。でも里川さんとか先輩がサーヤって打つのはアがちっちゃいんですよ。そこで気づきました。あこれ本当に里川さんが打ってくださってたんだと思ってそう分かんなかったそうなんですよ、明確に。そう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 、お写真も撮っていただきました、嬉しかった。なんか恥ずかしくてめちゃくちゃ笑ったお写真だったんですよね恥ずかしい、幸せだった。ひごっち、ハトを音符たくさん歌うたさん、ファイト、タイドッチ、お疲れありがとうございます。ヨコニャンさんとはなんか話したの、いやあのステージ上でそう途中から頭ポンポンと背中をポンポンしてくださって、大丈夫ってそう声かけてくださったんですよ。でなんかそうあったじゃないですか、昇格発表が 夜のコンサートに。そう私はなんかね、まマキコさんが持ってる紙が2枚ある時点で、あもうこれは確実に昇格発表あるんだなって分かったんですよ、モニターで見ててそうで実際本当にあって、まあ自分は絶対に昇格しないだろうなって思ってたけど、やっぱり呼ばれなくて他の子が呼ばれて、まあそりゃ悔しかったですね。でもなんか自分が昇格今回1回目でできるとは思ってなかったのを自分が一番分かってるから、それに関してなんかプラスにサヤは今回呼ばれると思わなかったよ、思わなかったけどめっちゃ泣いてたねとか言われると、なんかめちゃくちゃ深い傷がつくっていうか、だからあんまり言っては欲しくなかったかな、メールとか
ハッシュタグ、メールはなかったな。うん、そうだね。呼ばれなかった悔しさもあるけど、みんなには言えない悔しさも他に理由はあります。そう、でもなんか、そうだね、なんかいつの間にか涙がね止まらなくて。そうなんかね、下向いてたじゃないですか、まあ、わかんないか、2階にいたから私で、なんかこうやって抱きかかえてくれてる方がいたんですよ。タンポンポンしてくださったり、それをふと横見たら、日産だったんですよ。日産だったんですよ。それ見てびっくりしました。で、ネガイさんもいましたし、そうで、昇格発表終わって2階の人は1階に移動するじゃないですか。で、階段をその降りるっていうのがすごい一人じゃできないくらいなんかやばかったんですよ。そしたら椎名さんも来てくださって、大丈夫？そう、手をね貸してくださったんですよ。まあその後の愛してラブルは途中から踊れることができず、そう吐けて倒れ、そうやば、そう記憶ないくらいだったんですけど、そう悔しかったけど、ちょっとね最後まで愛してラブルはちょっと出たかった。だけど無理だったのは本当に申し訳ない、ごめんなさい。そう、そんなことがあったんですよ。そう、ねえ、まあ2階だったからあのまま踊ってたらもしかしたら落ちてたかもしれないから、よかった。頑張った、ありがとうございます。大丈夫か。大丈夫、ありがとう。ねえ。ねえ、でも次は3月15日に横浜アリーナでコンサートがありますし、昼、夜はチュリさんの卒業コンサート、いや全部ちゃんと出て悔いなくやりたいですね。神奈川だもんね。そうですよ、私の出身地の神奈川県でやるので、また出るかな、元気が。200% 以上いくかな。神奈川、そう、いや今日も悔しかったな。今日も悔しかったぞ、リハ。言えないけど、ねえ、まあでも頑張るよ。そう、今日からっていうより前からまあ横張りのそうね、振り入れとかレッスンリハはあったんですけど、そう今日もありました。そうなの。ありがとうございます、皆さん。ね、10期生と一緒に研究生として頑張ります。ね、頑張る。西さん、
優しい佐藤川さんも優しいそう、途中でね、その休んだお部屋に佐藤川さんが来ようと入って来てくれようとしたんですけど、そう、なんか帰らなきゃみたいな感じで入れずにお話できなかったんですよ。もう優しい、本当に大好き。特にもう本当にチームイさん大好きよ。好きになる先輩が基本チームイさんってすごいですね。なんか本当に何回も言ってるけど、え、深井さんインスタライブで、見たい。でも今日リハで外川さんいた喋れてないけど、なんかその場にいるだけでなんか嬉しかった推しメン好きな方がリハにいるだけで気持ちが違いますよってね、あのももたんとかふゆちゃんとかと一緒におしゃべりしてましたすずらんさんもいいな。すずらんさん、いやー、私コンサートのすずらんさんとまきこさんとみなるさんの、雨のピアニストめちゃくちゃ好きなんですよ。ずっとモニターで見てた。本当にかっこよかった。こんばんは、こんばんは。おつゆメンバーやべ、そんなすごい、本当にすごかった。ゆうくんとかほりん、あれは笑ってました、リハから私もう役というより本当のことをやってるって思ってそう、可愛かった。佐藤川さんのユニット全て良かった。衣装めちゃくちゃ可愛かったし、あの野島さんとやったユニット名前なんだ、素敵で、モニターの写真私撮っちゃいました。あ、まなざしさよなら。そう、声が本当に素敵、お二人とも綺麗すぎる。ずっと聞いていたいですね、本当に。そう、かっこよかった。そうね、ラゴッチアイス253だるまハートたくさん慎太郎さんハートたくさんありがとうございます。ハッピー寝ちゃった。今日配信でハッピーさん登場させようとしたんだけど無理だ、もううずくまってガチ寝に入ろうとしてるねえ、カツさんあとありがとうございます。いや、さっきなんか大富豪寝ながら、寝っ転がりながらやってたら、なんかいつまにか眠りにつきそうで危なかったです。本当に今寝たら多分明日の朝になってそうで、配信ができないところでした。途中でお姉ちゃんがさっき配信大丈夫って言ってくれたからそう、危なかった。遠見の方、あ、2,3 人でもいつも以上に当たらなかったな。でもなんかサーヤの切れ目き思ってる方とか、サヤの奇跡持ってる方と対戦した。私のカードを一押しにしてはいない方なんですけどそう、タレドチハートマッサンハートありがとうございます。そう、お兄ちゃん GJ ってどういう意味だろう
DD しかわかんない。 GJ ってなんだ。あーグッチョ初めて知った初めて知ったんだけど、ハッピーさん覚えてくれてた。覚えてた。あのね、走ってきてくれました、玄関まで。かわいい、本当に会いたかった。グッチョの略なんだね、初めて知った。へえ、淡い出来はわかるだいぶんち小判ありがとうございます。そう、お出迎えかわいい。西さんがご飯行こうって、配信まだやってます？それで今言ってたの？聞きたかった。西さん好き、ほんと SS スーパーステージ SS SS さや、にしちゃんが一緒にお酒飲みに行きたい。お姉ちゃんが笑ったお姉ちゃんも、お姉ちゃんキミちゃんとご飯でしょライブありがとうございました、ありがとうございました。いい笑顔、思ったより笑顔。いやーなんかもう昨日はね、本当になんか、何年ぶりってぐらいに本当にたくさんたくさん泣いたので、今日はもう枯れました、涙は。だから出ないです、涙はもう今日昨日出し切りました、あの 2,3 年分ぐらいの涙悲しい、悔しい気持ちあるけど、なんかもうそれこうやってなんかね通り越して笑顔になってます、もうふふ伝わった、ありがとうございます。え、だったら1リットル泣いた。本当？私 2,3 年分だよ。あ、でもふゆちゃん今日だっけ、昨日の配信で地球がな静まるくらい泣いたみたいなふゆちゃんの涙は私は一緒にいたのでわかるね。次は嬉し泣きにしようね、だといいな。まあそれにできるように私もこの1年間去年よりも頑張ります。激戦の曲が西さん大好きで、私カミフレの曲大好きですで好き、これでしょ、わかんない。あと これやってるよね、なんか目腫れた腫れたねえ、めっちゃ上に、休憩ある意味特殊。何が、なんだなんだ、滑り台から見ちゃった、よかった。滑り台から好き、なんか三世可愛いって休憩生めちゃくちゃ踊るなって思ってるんですよね。何かあるたび三世可愛い、でも三世可愛い私大好きなんですよ。元気になれるし踊ってて本当に楽しいんですよ。三世の時の左足をそうみんなでね角度合わせたりしたんですよ、ちゃんと90度とかちゃんと上がってたかな、見たいそうなの、三世可愛い好き。でも前あの78期生さんとプラス9期生野々垣さんがあの言ってくださったあの公演、青春ガールズ公演で三世可愛いを披露した時もすごい上げれた。その時の倉島さんの足の上げすごいんですよね、なんかちょっとそう生で見るとすごい倉島さんのダンス
さじ加減のサビの最後も書くぞ。サビ？ん？サビなんだっけ？待って思い出してる。あ、好きなんだのところ。遅っ。あ、え、早、皆さんの方が早かった、わかるの。好きなんだのところだ、そこか。そうだ。で、夜公演はフラフープで555っていう曲をやりました。期生の選ばれた方とあゆかぴょんさん、あゆかさんと倉島さんでやりました。どうでした？フラフープで555、すごくすごく楽しい曲ですよね。あの、びっくりしました。私なんか最初これこっちかと思ったんですよ、振り。そしたら違う振りで楽しかったです。最後のフラフープすごかった。そう、オーディションしたんですよ、やりたい方の、やりたい子の。それフラフープできるの？できると思う。いや、できるよ、けど挑戦はしなかった、恥ずかしさが勝っちゃった。ねえ、フラフープできるよ。フラフープ来るとは。あー、やっぱみんな思ってないんだ。まあ、そうだよね。ゆっぴキャサも涙。何、どこで、どこ。サヤポーズは曲中に何回かできたな。首で回せる。え、意外とできそう。でも恥ずかしい。でもみんなね、フラフープこうやって最後回したんですよ。すごいですよね、あれ。怖がったらできないやつ。何ポーズしてたの？え、そう、みんなに言われ、みんなというかお父さんにも言われたんですよ。ちゃんと言いました。あれは何ポーズじゃなくてハートだったんだよって。やっぱ遠くから見ると分かんないんだね。こういったマイク持ってるから、ちゃんとこうやってやったんだよ。なんはこれ。この、ね、そうなの。ハートなの。え、このハートいつやったんだろう。愛してラブルかな？昼の。分かんない。いつだろう、ラブの曲、チョコの奴隷。いつだろう、わかんない、忘れちゃった。あ、遠くからだと分かりづらい。あ、そっか、そう、ハートなん。そっか、分かんないのか。みつみっち頑張った、ありがとうございます。あれ、待って、もうこんな時間、早い。今日で何日目だったんだろう。あ、今日のふえちゃんの配信で言ってたわ、321日かな。3、2、1、2、3って言ってた気がする。すごいね、3、2、1。すごい、あとちょっとだよ、1年配信まで。嬉しい。3、2、1。ビンゴ？ビンゴビンゴってやつあるよね。ね。いや、本当にハッピーとは来てほしかった。いないよ。あるよね。AKB さんの曲だっけ？新聞？あれ？なんだっけ？歌詞がわからない。ビンゴビンゴはあなたなんとか、なんだ。なんだっけ、あれ、なんだっけ。あ、ハートのドスク1000件の写真。あ、そう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 、あれ、そうだ、そう、
この前昨日も言ったか、紫の衣装だったんですよ。もう見た方わかると思うんですけどそうなの、やっぱ1年前の写真写りと比べると違いましたね。少しは変わってました、写り。そう、クロスの衣装、そうだそうだ、そうなの、嬉しい。あと何の衣装だったんだろう、あんま写真撮れてないからわからないんですよ。あの、そう、撮影した時の自撮りを。ファンクラブの開放の写真が漏れ、え、漏れてないの、あれ。ナヤのお隣のやつでね、私。あれめちゃくちゃショックだった。漏れてなさすぎて。でも表紙にね、青海さんとの写真があって嬉しかった。アミさんとの写真があった。写真慣れしたのかな、笑い方が変わったのかな、ぎこちなくなくなったかな、少しは。クロス衣装、そう、昔から使われてた衣装って言ってました。そうだからね、昔感、使い込み感がありました、グローブ。なんか山本彩花さんもクロス歌ってる動画がこの間見つけたんですよ。え、それってもしかしての、もしかして私が着た衣装かなとか思っちゃったりして、すごくなんか嬉しい気分になりました。山本彩花さんが、匂いは嗅いでません。そう、あ、でもやっとそのね、写真が公開されたということで、私の溜まってた自撮りの写真がメールに送れるっていうことだから送ります。そう、山本彩花さん好きです、憧れかな、好きは好きだけど、うん。高村さん、ようこそ、さやねえさんのクロス、見たい見たい。メンさん、ハートありがとうございます。あれ、待って、あと5分、今日ギターは弾けません。なんか時間があるっていうか、余裕が生まれたら、なんか自分のね、やりたいことに時間をかけてみたいですね。さや、クロス似合いそう、絶対ダメよ。ダメ。あれじゃない、まずはブルーローズでしょ、やるなら。いや、ダメ。いや、本当に黒歴史よ。私は君のカップ、なんだっけ、君のカップリングウィズがやりたい。かわいい。ミニさん、ハートありがとうございます。衣装めちゃくちゃかわいい。あとはハングリーライオンの西さんが大好きです。あと、え、でもね、来年も佐渡川さん大好き、野々垣さんも好き、白木さんも好きだった、本当に好き、みんな好きよ。今、あ、もう54分だ。ミニさん、ハートたくさんありがとうございます。ね、もうあと5分だったら、15分とか長くて30分配信しようかなって思ったんですよ。なんか潤いそうで怖いなと思って、そしたらなんか干からびてたので、もう大丈夫でした。ちゃんと笑顔の、いつも通りの笑った配信ができてよかったです。そう、干からびたの目、あ、なんか昨日はちゃんと右目からも出ました、よかったです。そんな報告はいらないけど。
や本当さやかさんもなんかチーム SY ありますよね。いや名前的に私も入れそうですよね、さやかチーム SY っていうなんか自分の中で勝手に思って笑ってましたなんか最近カタムシが出なかったんですよフフフ面白いね。次のコンサート横浜アリーナのコンサートも、まあ、瀬戸りもすごくいいので楽しみです。皆さん来てください。お昼公演夜公演公演じゃない、昼の分夜の分か、そのレッスンしてますよ。筋肉痛になってまなってない、なってます、めちゃくちゃなってます。一番ね肩とふくらはぎがやばい。すごいよかりじゃむく嬉しい、ありがとうございます。で3月14日のそうだよね、株主そのなんだっけキーホルダー会社のそうコンサートありますよね。そのことはまだね分かんないんですよ。でそれもまた楽しみ。他の48グループさんの、ね、何人か来てくださるんですもんね、嬉しいね、頑張るな昨日はさやさん見つ見えた 見えました。だからしっかり見たし、遠くて私のこと見えてないかなと思ったけど指さしたり手振ってました私そうよし、ランキング読みます。もうあと3分だ、早い。38位、ケンジ1位、2号2位、むつみ3位、ナナシ4位、大文治5位、タレゾ6位、プンプン村7位、東8位、カゴ9位、ケンパパ10位、トモ11位、ラグオ12位、カズヤッチ13位、ワタワタ14位、キミちゃん15位、タツヤ16位、ムニ17位、トモトモ18位小雪、19位ディノッツォ、20位バショウ。皆さんありがとうございましたありがとうございました。あと2分ですね、よし、よかったよかった、笑ったどうどう、ん多分ね、9期生のことね、配信したらやばかったかもしれないお姉ちゃんとハッピーがいたから平気でした。あ、お姉ちゃんがこっちやってきたラブラブ&ピースえお姉ちゃん JG だってグッチョ覚えたよ。あと1分だ今日もトミの皆さんが大好きです、ありがとうございました。本当に本当に皆さんもゆっくり休んでください、ありがとうございます。本当におやすみなさい。あれ私 JG って言った、 GJ おやすみなさい。